やはり残留争いというのはこうやり直しが効かない難しいものなんでしょうか。そうですね、そういったプレッシャーがあると思いますね、うん、さあ相馬のクロスボール、森本だ、飛び込んだ、決まった、東京ヴェルディ先制ゴールは森本、17歳の森本がヴェルディの窮地を救いました。先制点、左サイドを崩しました。相馬選手がね本当に迷わずね上げましたね、まあそこの森本選手のボールへの動き出しの速さっていうのも良かったんですけどもね、もうとにかく前に進んでダイレクトですね、簡単に森本が飛び込みました。ちょうどジャーンと森輪の間でした、はい、左サイドからのクロスボール、いいポジションに入ってましたね。